生活の探求は、昭和12年に出版された、島木検索の長編小説。第一の長編、再建が発売禁止となった直後に、書き下ろしで書かれた、実質的に最初に世に問われた、島木の長編小説である。貧しい農家に生まれた俊介は、東京の実業家の家で書生をしているが、学費を出してもらっている代わり、死亡の農学へは進ませてもらえず、 小家に行くよう強制される身の上である。大学に入ったばかりの俊介は、食うための仕事と、本来の仕事との対立に突き当たる。彼は、周囲の人々の意見を聞く。教理の先輩志村、一種の農民主義だ、土に帰れ主義だ、母なる大地の賛美だ、理論的にも、実際的にも、試験済み、批判済みの古いものが、 いかに手を返しなを返して、その時代その時代にふさわしい層を凝らして現れる、ことか。郷里の有力者上原、余計な心を起こすな。脇見をするな。まっすぐ、今までの道を、属世間一般の道を行け。俊介の父親駒平、何をやったかて大差はない。その身に備わった気量だけのものは、現れるもんじゃ。お前が学校を出て、会社員や役人になろうと、 イエッサ帰ってきて百姓をやろうと、えらい違いはありません。俊介は大学を辞め、農村の生活に入ることを決意する。は箱ばこ生産や水配分や、取り入れや行事に関わる村人との葛藤が描かれてゆく。ありがとうございます。